おはようございます。朝の5時15分です。圏央道勝負パーキングです。つくば未来市で、サンパレットを下ろします。ここから54キロ1時間弱で着くと思います。6時半から門が開くと言ってましたので、5時半に出ればちょうどいいかなと思います。でその後は常総市で、積み置きです。明日の神奈川県南足柄市の卸です。ということで、だいぶ寒いですね。まあ2度、風が、昨日から風が冷たいですね。すごく、トラックも融雪剤で真っ白になってます。積み置きして会社戻ったら洗車しようと思います。はい、じゃあ今日もよろしくお願いいたします。お疲れ様です。7時ちょうどです。やっと受付できました。いや、積んだところで説明された通り行ったんだけど、保安所、入り口の保安所に聞いたらここじゃないって言われて、こっちだって言うから、こっちの言われた通りに、保安所で言われた通りに来たら合ってました。積んだところで説明したのが間違ってました。参っちゃうよね。積むところの説明が間違ってるなんて。まあ積んだところで説明した人がまあ若いお姉ちゃんだったんで、まあ新入社員かなんかよく慣れてない人だったのかもしれないけど、まあそれじゃ困るよね。説明が間違ってちゃどうしようもない。で、卸が8時過ぎからだそうです。はい、で工場の中で3箇所卸です。はい、では待機したいと思います。はい、お疲れ様です。9時30分、やっと納品が完了しました。3箇所卸かと思いきや2箇所で終わりましたね。だけど説明があっちゃこっちゃ全部違う。なんとか終わりました。屋根ね、雪が残ってて、ウィンガー開けたらバキ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 ってなっちゃったんだけど、センターのホロの部分が穴開かないかどうかちょっと心配だったけど、まあ、大丈夫だったんじゃないかなと思います。常総市移動します。30分
ぐらいですね。お疲れ様です。11時15分常総市積み館です。荷物は22個、なんか発泡スチロールみたいなやつですね。はい、では近くのインターから乗って帰ります。洗車しないといけないし、明日また長距離出るかもしれないので、ちょっとなんか日が出てきて暑くなってきました。いや、気をつけて戻ります。